BTS のメンバー、シューガーが書いた歌詞が話題になります、まあ。ニュース記事なんですけれども、まあ、自分でね、歌詞を書いたんです。軍隊は時が来たら行く。<noise> BTS が軍隊免除されなかった理由について解説したいと思います。日本でも人気だったと思うんですけれども、2020年、BTS のダイナマイトがビルボード1位を達成。まあ、その翌年、バッタも 1> 1位を達成すすることになりますその前から BTS を軍隊免除するべきだという意見はあったんですけれども、それは半分冗談だったんです。それを本気で言ってる人はあんまりいなかった。でも、ダイナマイトをきっかけに、それを本気で言う人は増えることになります。それが国会の中でも議論になるんですよね。で、この意図なんですけれども、この意図はこう言います。2002年のワールドカップの時もベスト4は軍隊免除されましたと。BTS も 免除されるべきだということなんですね2002年のワールドカップの時もベスト4は免除ということでこれがどういうことかを理解するためには国威専用という言葉を理解する必要があります韓国では昔から国威専用という言葉をよく使ってまして実証の意味としては国家の意向を示すことでもこれほどではなく国の名前を海外に知らせた、まあ、それだけでも国威専用と言いますで昔からまあオリンピック選手だったり、まあ、有名な芸術人だったり結構まあ国際的に 有名になった人た人ちは軍隊免除されることになっててそれが芸術人の対象を見ていただくとここのの通りりになりますこの条件だと BTS が免除されることはできないんですよね。これが1973年初めて新設されます。国の名前を知らせたということで国際音楽大会で2回以上の優勝もしくは準優勝。1984年には芸術大会2位以上国内芸術大会1位を取ったら軍隊免除されることに なりましたでもあまりにも基準が微妙でわ、まあ、からない何が国際芸術大会か、何が国際音楽大会か、まあ、聞いてもわからないじゃないですかだから2008年には国で指定するんですよねその大会を国際音楽大会123国際舞踊大会117、まあ、国内大会は8だったのをその3年後には123もあった大会を30に縮小その翌年には30の国際音楽大会27に2015年には27 17、8を全部合わせた52の大会を48に、48を46に、46を42に、基本的に縮小されていって増えることはなかったというふうに分かってもらえたらいいかなと思います。それから2020年初めて、 この対象を増やそうという議論が始まるんですよね。それが、さっき言ってたダイナマイトとかバッタが一致することで、この対象を増やして BTS を免除させようという動きが始まります。で、それってあり得るのっていう疑問があるんじゃないですか。BTS 確かにすごいけどそれを免除してあげてもいいかっていうところもありまして、それが昔だったらあり得たんです。きました。2020年、ワールドカップ。普通のワールドカップじゃないんですよね。まあ、日韓ワールドカップ。まあ、日本と韓国で同時に開催されたワールドカップ。 ップですこの時に韓国がベスト4に入ることになります。その当時の新聞記事なんですけれども、韓国がベスト4、まあ4強っていうのがベスト4という意味です。4強に侵入しましたと。ついにベスト4に侵入。アジアの国家としては初ということで、まあ、初どころか、まだアジアの国家としてベスト4に入った国はありません。韓国が唯一です。すごい実績を達成して、この時にもう国全体がね、大歓喜だったんです。その当時の写真なんですけれども、まあ 全国民がね家にじっとい,れいられなかったまあ、外にみんな出て応援しててもうこれ見えるんですかねもう人が通れないぐらいで出て応援してたんですよねでこの中からまあ、もちろんこの時もワールドカップの国家代表より国民専用に貢献した人あるのっていうことで、まあ、免除するべきだという意見が出たんですよねでそのタイミングに韓国の大統領が韓国の国家代表を励ましに行きますこれはね試合後韓国の大統領が韓国の国家代表に会いに行た 写真なんですけれどもこの人がその当時のリーダーですこの人がねホグ・ミョンボっていう人なんですけれどもこの人が大統領にまあ、全国員が見てる中でこう言います大統領我々頑張りました 軍隊免除にしてください。全国民が見てる中でこう言いますね。で、大統領もさすがに、この雰囲気の中から断ることはできなくて、約束します。免除。約束しますと。で、それで、みんな、大喜びです。ついに免除された。まあ、以前にはこういうことは一回もなくて、2002年には、まあ、全国民がね、すごい喜んでて、まあ、正気じゃなかったんです。みんな、うん。理性を失ってた。ほぼほぼ。だからこそ、まあ、許されたことだと思います。で、これが、大国の兵役特例を対象なんですけれども、 1973年に初めて実施されますこの時はすごい基準が緩かったですよね。まあオリンピックはもちろんアジア競技大会、世界選手権大会、ユニバシアード、これ、これなんなのかちょっとわかりません。すいません。アジア選手権大会、これを全部3位以上、まあつまり銅メダル以上取れたら免除されることになるんですよね。で、あまりにも多すぎるということで、1990年にはだいぶ縮小されます。オリンピックが3位以上、銅メダル、これは変わらないんですよね。で、他は全部なくなってアジア競技大会、1位、 ま、金メダル取れなかったら、基本的に免除されることは、ま、できなくなります。それから、2002年来ましたね。ワールドカップが免除されるようになります。まあ、こっそり入るんですがこの中に。で、それから4年後、2006年には、野球選手から、もしくは野球ファンから、すごい文句言われます。 なんでサッカーしかないのというね。確かに聞いてみれば、ただしい、サッカーだけが免除されるのは、ペアじゃない。まあ、不公平ということで、野球も、その対象内に入ることになります。WBC、ワールドベースボールクラシックかな。これから、まあ、野球だけじゃなくて、テニスとか、まあ、卓球だったり、どんどん要求されます。我々も免除にしてくれと。このままだと、対象が無限に増えていくから、一旦、全部なくします。以前に増えた、ワールドカップだったり、WBC だったり、 2008年にはな,ないんですよね。1990年と一緒です。で、これから2022年、まあ、現在まで変わりません。この基準が。みんなこれ以上、まあ、減ることはあっても、増えることはないだろうと思ってる中、来ましたね。BTS が。これは無視できない。 指示を、その誰よりも国民専用に貢献したに間違いない、この BTS を兵役特例、対象に入れるかどうかっていうのが本格的に議論になります。基本的に、オリンピック選手だったり、芸術人だったり、軍隊免除される理由って、国民専用に貢献したからだったんですよね。じゃあ、BTS はどうなのっていうことで、BTS 以上に国民専用に貢献した人いるのって聞かれたら、まあ確かにいない。BTS がおそらく韓国の歴史上、最も国民 に貢献したに間違いないといななととうことなんですよねじゃあ、BTS も運転免除するべきなんじゃないのということで、アンケート調査も行います。それが、この結果で、賛成が59%、反対が33%。まあ、賛成の方が反対よりも圧倒的に多いということで、このままだと BTS 運転免除されるんじゃないのということで、私もされるかもしれないと思いました。この時までは。でも、やっぱり怒る人はいるんですよね。それが誰なのか。やっぱりね、 20代の男性ですかね。まあ、つい最近、軍隊に行ってきた人とか、今から行く予定の人。この人たちにとっては、軍隊と関係なく BTS すごい成功してるのに、軍隊まで免除される。これは、あまりにも不公平ということで、まあ、20代の男性がね、やっぱり文句言うんです。20代の男性だけじゃなくて、また文句言う人がいまして、それが、XOL。 ま、エリートも言うんですけど、エクソのファンですよね。この時、すごいエクソのファンの中では、反対が多くて、今、ペッキョン君はね、軍隊の中で。 頑張ってるのに苦労してるのになんでバンタンだけが免除されるのっていうことですごい反対する意図多かったんですよね XL だけじゃなくて問題はここからです XL の全員が許したとしてもやっぱり来ましたねこの時どうするべきか Seventeen もすごい人気グループで多分 BTS の次ぐらいに人気だと思います、まあ、BTS よりは少し年齢が下で BTS の次には Seventeen も行かないといけませんこの時にカラットは黙って Seventeen が 軍隊行くのを見てられるか、多分。 黙って見てられないんですよね。カラッドがね、まあ、アミよりは、まあ、人数は少ないけど、一人一人のパワー、力は侮れないんです。この人たちが怒り出したら、もうすごい偉いことになります。セブンティンまで免除されたら、その次、まあ、NCT とか、ストレイキッズとか、TXT とか、このグループたちも免除されるべきなんじゃないのっていう議論になるんじゃないですか。少なくとも、各アイドルグループが軍隊行くたびに揉めることになります。軍隊免除するべきかどうかということでね、セブンティンも、BTS ででですほどどはないんんけ国国の名前を知らせたたに貢献したと思うんでやっぱり私的にはこれが一番の問題だと思うんですけれども国会でね BTS のメンバーシューガーが書いた歌詞が話題になります、まあ、ニュース記事なんですけれども、まあ、自分でね歌詞を書いたんです「軍隊は時が来たら行く」というね、まあ、本人たちが行くと自作曲の歌詞を通じて明らかにしていると、まあ、これで完全にね BTS が軍隊に行くことになります ビールボード1位の防弾初年団が兵役特例を受けられないと芸術系対象を増やさないことになりましたということなんですね。まあ、ちなみになんですけど、ジン君は、まあ、最前線が出ましたと。最前線っていうのはすごい一番寒くて、北朝鮮と近くでね、距離が。まあ近い上にしんどいんですね。何よりも、まあ、寒くて、ソウルからも遠くて、うん、すごい大変な目に遭うと思います。これから網の皆さん、ジン君を応援してください。